今回プレイするにはこちらですね、地獄の犬、星は2、難易度2ってことかな。難しいのかな。クリーチャーから DNA サンプルを回収せよとのことだね。まあ毎度おなじみですよ。ずっとこういうミッションが続いていくのかな。だとしたら全然面白くないゲームなんですけどね。いつミッション内容が変わるんだ。なんだクリーチャーからずっと DNA サンプルを回収するゲーム。こんなゲームなら絶対買わなかったよ。事前に知ってたらね。知らなかったからさ。買っちゃったんだよね。すごく後悔してるよ。まあいいや。やっていこう。地獄の犬。タイトルはめっちゃ怖そう。何個回収するんだ？うん、来たね。2、1、GO。あ、20個ね。レッツゴー、レッツゴー、レッツゴー。あーっと、後ろにいたんかい。気づかなかった。イエス、ショットガンだ。オッケー。後ろにいるんだ。いるって言えよ。バカか、お前は。さて、早くここでよ。あ、いきなりいる。あ、犬もいる、犬もいる。オッケー、オッケー、死ね、死ね、バカタレ。来んじゃねえ、来んじゃねえ。あ、またワンちゃんいる、これ。恐ろしいね。死ね、お前もう。あ、ごめんね、ワンちゃん。許してちょうだい。あ、めっちゃいる、めっちゃいる。いて。ちょっとハーブが欲しい。お前も死ね。あ、ワンちゃん、今栗じゃないか。恐ろしいね。はい。あと11個。おー、ショットガン強え。めっちゃ気持ちいいよ。はい、ゴー。あ、ワンちゃん。あー、たまねえ。死ねお前バカタレ。あ、ワンちゃん。死んでちょうだい。ごめんね。ゾンビさんどこだ？来い。あー、またワンちゃんだ。よっしゃ。あと2個？イエス。あと2個。はい、死ねー。ダブルキルだ。はい、終了。簡単に終わったね。わー、そういうことね。タイトル通り、犬がいましたね。クリア1分6。1分6か。いや、これ1分切りましょうよ。いける十分に。敵がどこにいるかとか分かったんでね。ショットガン強いのは強いんですけど、やっぱリロードにちょっと時間かかるんでね。その最中がちょっとタイムロスというか、いらない時間だよね。敵がいないとこでリロードしないと。俺ちょっと今敵がいるとこでリロードしたからね。あれいらない時間だったわ。さて、次の任務が出てきましたね。拠点確保。おー、これは面白そうだな。今までと違う感じになるんじゃないか？ずっと同じだったけどね。よかった。楽しそうなミッションが出ました。これを次回プレイしていくからね。で、またまたやっていきましょう。1分を。よし、1分切るぞ。3、2、1。はい、ゴー。はい、ゴー。レディゴー。で、次こっちだな。カモ。お、たくさんいる。はい、ゴー。はい、ゴー。ゾンビさん。なんで当たってねえんだよ。意味わかんねえ。ちょっと待って。早くリロード。とろくせえ、このゲーム、ほんと。なんで当たってねえんだよ、だから。早くリロード。やばい。ゾンビも追いかけてこい。なんで止まってんだ。バカじゃねえの、ほんと。バカしかいねえ、このゲーム。開発者含めてバカだ。プレイヤー含めてね。あー、もう1分過ぎちゃった。いや、ゾンビから来いよ。全然緊張感もなんもねえ。これがバイオハザードなのか。そら海外の評価も悪いし、アマゾンの評価も悪いよ。なんだゾンビから襲ってこないゲームって。こっちからゾンビに行かないと何もしてこないっていうね。どんだけ作り甘いんだよ。おかしいだろ、お前 AI の動き。戦いになってねえよ。俺が行かなきゃいつまでも戦い始まらねえぞ。棒立ちで入れるゾンビゲームってなんだ？こんなゲーム、バイオハザードのこのゲームくらいだろ。やり直しじゃボケ。腹立つわ、ほんと。2秒プラスだったね。絶対1分切ってやる。やるたびに色々と不満点しか出てこないっていうね。ほんと後悔してる。購入したこと。結構高かったからね。もっと保管できることがあったんじゃねえか。過去の名作ゲーム買った方が良かったわ。不満しか出てこない。うんこのように出てくるね。はい、3、2、1、GO！あー、こっち帰ったら失敗だな。遠回りになっちゃった。いいぞ。頭切れた。ノー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 。はい、ショットガンリロード。カモ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 。今なんか落ちてた。よしよしよし。なか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 。あー遠い。あと3つ。あー2つ。2人しかいねえ。どこだ。あと1個誰かいるやん。もう腹立つわ。もうなんでゾンビ不足なんだよ。ふざけんなよマジで。いろや。なんでこんなとこに落ちてんの。だからね、ゾンビ倒した後すぐに落としてくれたら何の不満もないのよ。ゾンビ倒すじゃん。ショットガンで撃つじゃん。死んでるじゃん。なんか立ち尽くすのよ。立って倒れるまでが長いの。その後サンプル落とすの。それまでに3秒くらいかかるからね。なんですぐ落とさねえんだよ。てかもう倒したら入ったことにしてくれよ。回収までに時間かかる。もうやっべえイライラするわ、マジで。一分切れねえ。ゾンビの数も少ねえしよ。もううじゃうじゃ出していいんだよ。なんだっけ、あのデッドライジングだっけ。あれ並みに出してみろよ。出せるもんならだよ。マジでゾンビ不足って意味不明なんだよな。早く出てきてくれ。1分全然切れねえぞ、俺。あと1個だったのに。何度もリトライしたら1分切るまで絶対やってるからな、これ。やり尽くしてやる。ゴー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 。え、ポン死ね。あーもうグレネードの爆破が遅い。もっと早くしてもいい。めっちゃいるここ。無駄な時間だ。オーマイガー倒したのか。よっしゃ、これはいける。はい、オッケー。終わった。よーし、終わったね。ふぅナイス。48秒コンプリートだ。1分以内クリアができたね。よかった。グレデルの起爆が遅かったんで、そこもまた不満点っていうね。なんとかできました。結構割かし余裕にできました。OK、じゃあ今回の実況はこれにて終わりね。この地獄の犬をクリアしたことによってまた新たな任務、ミッションですね。拠点確保。これ今までとちょっとルールが変わってくるんじゃないかな。ここまでしょうもない DNA サンプルを集めろとかいう意味不明なね、ミッションばっか、何も楽しくないミッションばっかさせられましたけど、これからちょっと楽しくなりそうだね。次回の実況ではこちらをプレイしていきますので、お楽しみに。じゃあ見てくださったみんなありがとうね。ググググバイまたーぼー。